皆さんお疲れ様です。リアマでございます。皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、タクマでございます。編集したら思い出が旅立ったマインクラフトをやっていきたいと思います。パート17。前回ですね、見つけた海洋の心なるものですね、海で使うらしいんですよ。これを使って水中での作業、呼吸ができるようになったりとか、採掘が早くなったりとかするらしいんですね、っていう装置が作れるらしいんですよ。ほう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 。僕たち水中でなんかしなきゃいけないところ近くにありませんでしたっけ？あれ行くの？ということで今回はこの海洋の心を使ってその装置を作り、海底神殿に行きます。おーマジ？おー行く。エンダードラゴン行く前に海底神殿行っちゃう、はい、行っちゃおう。なるほど。地上制覇してからやろう、あいつは。なるほどなるほど、わかりました。まずはこの海洋の心を使って装置を作るところからですね、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。今日長えぞ。あ、長いんだ。変旅コンジットっていうのを作らなきゃいけなくて、うん、これがその装置の核になるわけですね。はいはいはい。でこれ海洋の心とオウム貝の殻っていうのが必要なんですよ。オウム貝の殻？まずはオウム貝の殻を集めます。それはどこにあるんですか？水中にいるゾンビいるじゃないですか、俗に言うドラウンドっていうんですけど。おいなあいつの名前。ドロップするらしい。ああ、え、でも水中ゾンビなんてそうそういないじゃないの。だから頑張る。そ、ちなみに何個必要なの？海洋の心をぐるっと周り囲むので8個いりますね。あーってことはもうすでに海底神殿の方に行くってことだね。近く行った方がいいんじゃないかなとは思う。あった、じゃあ行きますか。行ってきます。じゃあ釣りしてるね。うん、やつらの場所を侵食されてるとも知らずに。クリッション！声失ってるけど、どうして。俺もやだ、なんでこんなマイクラにびっくりさせられなきゃいけんだ。どうしてどうして。もうびっくりした。あー心臓に悪い。お前知ってたのか、お前知ってたのか。何が、お前知ってたのか。何が知ってたのことだぞこれ。何があった、このびっくりイベントに関して。何びっくりイベント。びっくりイベントだよ。どうしてどうしたんだ。これは思い出が旅立ったであって怖さが旅立ったじゃないんだよ。あー暴れてる。え、知ら、え、本当にわかんないのあなた。何びっくりイベント。ほらほらほら見てこれ、土掘れないの全然。え、多分山さん掘れるでしょ。うっ。ゴンゴンって。俺が怒った理由わかるでしょ。ゴンって。あー採掘速度低下3。こんなこともしてくるんだっけガーディアン。いい絵だな。タバコ吸いながらやってるから漁師なんかそういうイメージあるわ。ん、なんだ。あ、オウム貝だよね。あと3オウム貝。え、意外と早いんじゃないね。あ、はずいらねえ。おー来た。お、残り2個。あちい。なんだな今の。大物、大物タラでした。鍋食いて。タラ食いた。タラのムニエルうまいんだよな。お腹すいちゃう。秋鮭もうまくない？秋鮭のムニエル。間違いなく。お、はい、来ちゃー。あと1個じゃないですか。秋のフグ祭り。秋のフグ祭り。スシロー。このテンションはスシローだよ。フグって秋だ。いや知らねえ。今が秋だから。フグの旬って知らねえよ。そもそも俺フグ食ったことないかも。どうなんだろう、居酒屋でフグの唐揚げとか食ったことあるかもしんないけど、うん、フグ刺し。そう、フグ、まあてっさてっちり的な、うん、関西で言うとそうだよね、てっさてっちりを食ったことはない。俺もないかも。松茸もちゃんと食ったことないんだよね。あー俺も記憶怪しいな。ドビン虫的なのとかさ、うん、網焼きみたいなの食ったことない。でも食ったことある人の話聞くと、うん、お吸い物のやつあるじゃん、長谷園の松茸のお吸い物、うん、あれむちゃくちゃ松茸らしいよ。へえ、あれでいいやん。でも歯ごたえとかさ、香り松茸味しめじみたいな言葉がありますから、うん、じゃあしめじに長谷園の松茸のお吸い物かけたらいいんだね。じゃあそれでええやん。でも粋じゃないよね。まあね。あ、来たー。来たー。来たー。待って、俺にも来た。
え、マジで？揃ったので作りましょうかね。ポンジット。ポンジット。よし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 、もうちょいもうちょい。もうちょいだよ、リアムさん。頼む。よし、来た。今ね、2段階まで行った。これこれこれ、うん、はい、多分これで形多分マックスなはず。皆の者、皆の者ってお二人しかいないけど行くぞ、回線の時じゃ。おーおー、勇ましい。あ、いる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 いたいたいた、あれあれあれ、これこれ、あいつ、こいついけんじゃね。いける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 、あ、痛い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 、いや、奥ある奥ある、あ、痛い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 、ウェイ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 、痛い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 、絶対鉄のトゲみたいになるじゃんこいつ。うん、絶対ある、トゲトゲ的な。よっしゃ、ナイス。最後倒したらすごくいい宝物が出てきてさ、俺たちの戦いにねぎらいを。あと1匹だべ、多分ね、俺の記憶が正しければあと1匹なんだよな。センターのさ、てっぺんに見えてたやつじゃない、最後。多分そうなんだよね。てっぺんぽくない、ぽいぞいなくないあれあれ、リャマさん、スプーンがない。ないね、消えた。あれ、終わった終わったのか。ポンジット作った時点でそのダメージ入ってじわじわ死んでったとかだったらなくはないよね。説出てくる、説出てくる。じゃあさっきのあの怪しげなところ行こうよ。真四角の箱みたいなとこ。箱だよな。あ、金入ってる、金入ってる。俺たちはこの金のために頑張ってた。説金で終わりだとちょっと本当になんだけど。はい、おしまい。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いいたします。それでは次回の配信動画でお会いいたしましょう。お相手はリアムでございました。あたくまでございました。終わり。回転神殿でした。